で、男でも女でも。この部屋です。それはあれですかね、あの、うん、奪うことによって豊かになるから奪うのか、うん、貧しいからそれが必要で奪い合っているのか、どっちでしょうか。まあ、昔からやっぱり人間が宗教とか道徳倫理がなければ、うん、弱肉強食の原理が働くんですよ、うん、やっぱり強いもの弱いものをね、うん、もう支配しないといけないから、うん、これは人類歴史全部一緒でしょ。なるほど。だからそれだと思いますよ。なんとなくですね、はい、アラブの王様を見ると、うん、非常にこう贅沢をしているというか、うんうん、ね、うん、という、うん、の割にはこう民族は非常に貧しい暮らしをしているというね、うんうん、その格差が非常にこう見えてくるんですね、うん、ですから決して貧しいから奪おうとしているんではなくて、うん、なんかより豊かになるために奪っているような気がするんですけど、それもあるんですけど、あともう一つですね、うん、まあ、これ政治的な問題になっちゃうんですけど、うん、やっぱり各バックにですね、いろんなあの、ね、スーパーパワーの国々が支配して支援していることもあるんですよ、うんうん、これ言えないんですけど、アメリカなのかロシアなのか、うん、右なのか左かとですね、うんうん、そういう影響力もあるから、うん、かえってそこの民族問題、政治問題、うん、そこにまた宗教問題になると、うん、こういう、まあ、テロが生まれてくる。なるほど。こういう問題があるわけですね。なるほど。これもですよ、例えば日本に置き換えますね、はい、うん、日本でテロというと、まあ、一度ありましたね、うんうん、サレン事件、あれはちょっとまた別のものだと思うんですよね、うん、迫害される動向ではなくて、うん、まあ、一つの危険分子が、うん、そういうその地、まあ、ちっちゃなっていうとこう限度になると思うんですけれども、うん、まあ、今言われているその 3.11 から見ると、うん、まあ、比較的規模が小さい、うん、まあ、テロのようなものだったと思うんですが、まあ、それはなかったとして、うん、日本のね、うん、文化とかね、うん、あのいろんなもう伝統研究してるけど、うん、日本に宗教ないと思ったんですよ、うん、でも実際見ると本当に宗教あるんだね、うん、信じるか信じないか別の話で、うん、これ神道じゃないかと思ったんですよ。なるほど。そこでやっぱりね、こうやって小沢さんの出会いがあって、うん、ぜひちょっと、うん、神道中心にね、うん、もう対談したいとか、私なりの勉強した神道は、うん、もちろん間違いない、足りない部分がありますね、うん、だから多分ね、私これ神道のね、うん、伝統の影響大きいじゃないかと思うんですね。もちろん過去にやっぱり、ね、神道仏教で争ったこともあるけど、うん、それほどなんか戦争したって国はないんですよね、うん、例えば日本が神道を持って全世界にね、うん、神道を広げるんだってないですね、うんうん、ただキリスト教とか他のユダヤとかイスラム教は全部ですよね、うん、やっぱり宗教を広げたいから。なるほど。あのね、はい、そこはですね、はい、冒頭にあった神の価値観だと思うんですよ、うん、おそらく、まあ、神教である大陸の神というのは、うん、まあ、いわゆる人が神様である、うんうん、ところが日本も人が神様いるんですね、うんうんうん、ね、秀吉もそうだし、はい、まあ、まあ、いろいろいるわけですよ、うん、でここもまた日本の不思議なところで、もともと自然が神様って分かってるのに、うんうん、ね、なんで人間を神様にしようかって、ね、人間も神様にしてみたい、うん、それが、まあ、もっといくと、うん、ね、このいわゆる、明治以降は、うん、ね、国のために戦った英霊は神様ですから。へえ。つまり、ね、神様っていうのは、はあ、誰かというとこれものすごく不明 で、 うん、でここはね、私の内容解釈でいくと、うん、自分が神だと思ったのが神なんです、うん、はあ、なるほど、ね、だから人類を生んだのは神、でも私を生んだのは良心です。だから最初の神は多分良心じゃないかな。そういうふうな多分神に関する価値観が違って、うんうん、でその価値はどこから来てるかっていうと、もともと神道では曖昧なんですね。ね、そうそう、分からないですね、はい、イエスのはっきりしない、はい、そうです、日本人だって思ったけど、やっぱり神道から来てるんですか、うん、そうなんです、そうなんです、はいはいはい、でもともと日本というのは、うん、その曖昧で、なぜじゃ曖昧かというと、うん、そもそもこの世にですね、完全無欠なんていうのはないんです。完全無欠はない、はい、うんうん、できては壊れ、できては壊れ、これを新陳代謝というんですけど、うん、だから一つの国が、国というか、まあ、一つの、その独裁者が、うんうん、ね、うん、これが完全無欠の状態。